おい。いや、その件にはそれほど関係がないということで、全く関係がないというわけでもない。お前のもったいぶったところが俺は嫌いだっしゅが。お前のそんな素直なところが好きだよ、アラン。つまりな、この猫はその亡くなった富豪の、まあ、マクガフィンというんだけどな。そのマクガフィン氏が溺愛した飼い猫だったんだが、実は残された夫人が大層この猫を嫌いでな。じゃあなんで飼っているんだよ。そこはそれ、世界の秘密ってやつだ。おい、まあこれは冗談だが、まあいろいろとあってな。勇気はないってことか。いや、聞いてもつまらんってことだ。他人の家庭事情なんて臭いもの聞きたかないだろう。マシューがねだっても餌はくれないわ、排泄の場所は掃除してくれないわで、あまりにかわいそうだからな。俺がとりあえずごたごたが収まるまでこの猫を保護することにしたというわけだ。説明が長いな。だがまあ、大体のところはよくわかったよ。それはよかった。で、なぜそんな哀れな猫を俺に預かれと。なんでお前が飼わないんだ。なんか変だぞ。なあ、ワイフと旅行に行くんだ。なあ、ちょっと連れて行こうにも、あっちで泊まるホテルがペットは禁止だとかでな、誰かに預けていかなきゃならんわけだ。もちろんよかったらそのままもらってくれてもいいぞ。遠慮するよ。嫌か。嫌だな。なぜだ、ちゃんと金も出る、頭がいいから別に手間のかかる猫じゃない。一日一回の散歩、それだけでいい報酬が手に入るんだぞ。これ以上居候が増えると俺の居場所がなくなる。だがアラン、お前はこれを断れないんだ。ああ、何せお前は俺に借りがあるからな。
借りたものは返さんとな。だからこれで帳消しにしてやるよ。シュガ、モーリスと口裏を合わせたな。さて、何のことやらだな。ま、そういうわけだ。2週間ほどこいつを頼むぞ。ちなみに言っておくが、この猫はオホースアズーレスという全く舌を噛みそうな名前の種類の猫でな。それなりに希少種で当然値段も高い。青い目だ。そう、それがその猫の特徴らしい。ジョーちゃんは気に入ったようだな。よかったよかった。そういうわけだな。ああ、あとこの猫は勝手に散歩に出かけても勝手にこのペットハウスに戻ってくるという頭のいい猫なんだが、それでも勝手に街を歩き回らせるわけにはいかんという問題がある。知らん。だから散歩の時はアランかジョーちゃんが付き添ってくれ。知らん。それじゃ、そういうわけでよろしくな。焼いて食うぞ。これどうした？とにかく出すか。マシューだったな。
お腹が空いたのかな。そうだな、そいつに飯をやってこっちも飯にするか。それじゃあ飯にするか。はい。料理はできるか。そうか、ま、なら俺が作るか。でも、ここにいる間には料理くらい覚えよっと。綺麗な冷蔵庫ですね。下にパスタはないか。なんで冷蔵庫にパスタが。ありました。で、なんでパスタが冷蔵庫に。保存場所がなくてな。でも、普通は冷蔵庫にパスタは入れないような。湯が沸いたら教えてくれ。はい。さん、うん、沸いたか。はい、グラグラと。なるほど、グラグラね。
の。うん。お塩の量はどのくらいですか？適量だな。適量って？別に決まりはない。自分の好きな量を入れればいい。それでうまければいいだろう。あ、そうですね。アランさん、なんで三皿なんですか？猫がパスタを食べるんですか？食べるだろう。東洋ではライスを食べる猫もいるらしいからな。それは何ですか？作り置きのパスタソース。案外こんなことには甘めなのかな。いただきます。あ、お祈りされるのですね。いや、昔そうだっただけだ。まあ、なんとなく習慣でな。ただ手を合わせているだけさ。はあ。どうだ？美味しいです、本当。うん。本当は結構優しい人なのかも。それにしてもなんか大変なことになっちゃったな。Thank you.
お父さん、お母さん、兄さん。どうした？なんでもないです。そうか。